皆さんこんばんは、和道です。2018年3月の22日、1時1分です。よろしくお願いします。コラボとつまちなので、誰かが上がってくるかもしれません。よろしくお願いします。おかげさまでね、YouTube の方が、チャンネル登録がすごく伸びてます。チャンネル登録をしていただいたリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。じゃあ、あとはまったり行きましょう。Twitter の方にね、肉豆腐、手作りで自炊したんでね、それもしよかったら見てみてください。それを食べました。食後です。はい、どうも。おお、ジョージアクションいらっしゃい。楽しんでて。まあ、今回ね、たまには政治の話もしようかっていう感じなんで、まあ議題はベーシックインカム、生活保護、年金、AI や外国人による雇用問題などでいいんじゃないかな。音量は問題ない？どう？教えてもらえるといいけど、声は問題なく聞こえて、大丈夫。問題ない？お月様。風船ありがとう。何？お疲れ様。お疲れ様ね。お月様って言っちゃった。日本のプライマリーバランスについてコメントください。プライマリーバランスって何だろう。プライマリーバランス。ちょっと勉強します。待って。国、プライマリーバランス。ちょっと待って。あきらさん。プライマリーバランスとは、国や地方自治体など基礎的な財源収支のことを言います。一般会計において歳入総額から国債等の借金による収入を差し引いた金額と、歳出金額から国債費等を差し引いたバランスを見たもの。日本のプライマリーバランスについて俺がコメントをすればいいの？簡単に言うと、俺は国の規模っていうのを小さくした方がいいと思ってます。はい。もしくは、なんだろう。まあ、財源が足りないっていう問題だったら、金持ちから取った方がいいんじゃないのっていう。まあ、単純にそんな感じじゃない。小さな政府。
やっぱりあれじゃない、分散化していった方がいいと思うよ。東京に集中しすぎな気はするけどね。海外に出てくのが問題なんだよね。そう、タックスヘイブンの問題とかがあって、そこなんだよね。でもね、その日本で経済を金を稼いで日本に税金を使いたくないっていうのはね、俺は宗教とかて、あの心の問題だと思ってて、ちゃんと教育を変えないとダメなんじゃないかなと思ってるんだよね。愛国心持ってる人なんか若い人でいないと思うよ。俺はそれが悲しいと思ってて、自分の国がこんなに好きじゃない国民っているのかなっていう。だからもうそこは教育が一番大事なんじゃないかな。どうだろう、アキラさん。俺はそこは倫理観の問題であったりとか、でもやらないとダメだと思ってるけどね。本来さ、金稼いで還元しないっていうことは悪なんだっていう、そう、の宗教的なたががないからこんなことになってると俺は思ってるかな。だから倫理観の問題だと思ってる。別に税金が高かろうがなんだろうが、ちゃんとその、なんだろう、モチベーションとか仕組みとかを作っていったら、還元するようになると思ってるけどね。ええー、そうなんだ。君が代を歌わないんだ。はい、こんばんは。ヌートリアさんいらっしゃい。ありがとう。徴兵制は俺は反対かな。徴兵制は反対。徴兵制で愛国心が芽生えるとは思ってないな。だコストが上がるだけだから、非生産的かなと思ってる。はい、けんためんはどっち。外国で生活するのに年金もらえないの？日本国籍があったら通帳に振り込まれるんじゃないかな？どうなんだろう。外国で生活してても年金もらえると思うよ。もらえると思ってるけど、もらえるんじゃないの？その辺ガバガバでしょ。権利と義務っていうのもちゃんと教えないといけないし、税金を払う意味とかを教えてこなかったからこうなってるんだと思うんだよね。権利と義務ってセットじゃん。だけど、日本の教育って義務条項だけ教えてる気がするんだよな。権利と義務はセットなんだけどね。だから結局なんだろう、その辺おかしいよね。ベーシックインカムは俺は反対派なんだよね。俺個人としては反対派。不動産屋さん賛成派？俺は反対だな、ベーシックインカムは。あ、ベーシックインカム反対なんだ。反対だけど実験してもらいたい。ほうほうほう。データが欲しいってことかな。僕はベーシックインカムは、経済政策としては効果は発揮すると思ってるんだけど、長期で見たときに、なんていうのかな。
長期で見たときに格差が広がるっていうのが俺の考え方。ターさん、こんばんは。それは俺の考えね。なんかマイケル・ムーアの映画でさ、株式会社なんだけど共産主義みたいなことやってる株式会社、面白かったけどな。 CEO の給料と末端の人の給料が一緒なので役割を変えてるだけだって本人たちは言ってて、うまく回ってて、その代わり全員が経営者で全員が株のオーナーだからあれなんだよ。それが面白かったのが、会議は全員出席して雇用とかを全部会社のミーティングで決めるっていう会社だった。それすげえ面白かった。初見さんいらっしゃい。新宿でリア凸まちするんだ。もしよかったらフォローしていってください。楽しんでて太郎さん。てか俺は年金自体をやめるべきだと思ってるかな。積立金として払った分しかもらえないようにするとさ、今度さ、この貨幣の価値が崩れた時、貨幣の価値が崩れやすくなっちゃうと思ってるの。だから、そこ、年金自体がもうダメだと思ってるね。11兆円ね、国民の税金使ってるぐらいだから、現時点で。もう終わりでしょ。ああ、ごめんなさい、太郎さんね、そういうのは運営さんに聞くべきだと思うよ。設定のこととか、俺に聞くべきじゃないと思うよ。ベーシックインカムそのものの詳細がわからん。ベーシックインカムっていうのは簡単で、7万円とか8万円とか、人によって、こういうベーシックインカムっていろんな種類があるんだけど、簡単に言うと、公共事業をやめて、国民にお金ばらまいちゃおうっていう。あ、フォローしてる？ありがとう。何なんだろうね、中国に委託っていう。生活保護と年金どっちが得か損かっていう問題じゃないと思ってるかな、諭吉さん。ニュースキンはどうなんだろうね、株式会社でやってんのかな。あそこ合同会社だったっけ、ニュースキンって。あれ、ニュースキンって合同会社だったような気がしたな。わかんないな、ちょっと。ニュースキンそこにあるよ。いや、近所だ。歩いて10分ぐらいだね。川崎洋平くんと、なんかカメラ回して入ってったことあるね。得か損かっていう制度ではないような気がするんだけど、得か損かってなっちゃってるのが間違いだと思ってるかな、俺は。だから国がアナウンスをしっかりしないからそういうことになるんでしょ。YouTube で見てくれたんだ。最近ね、YouTube で見てくれてる人が増えてすごい嬉しいんだよね。フォロワーがすごい増えてて。YouTube で配信見るっていうのは新しい文化だよな。タイムシフト代わりになってるんだよね。年金がなく、嫌ってどういうこと？年金がなくなるとか、医療費が高くなるとか。ベーシックインカムのそのものっていうのは簡単で、まず年金がなくなるのが前提。生活保護がなくなるのが前提。で、医療費は今のところ、医療費、要は雇用保険じゃなくて、健康保険を廃止するかどうかっていうのは、
人によって違うかな。年金と生活保護がなくなるのは前提だね。だから、ベーシックインカムって言っても人によって政策が違うの。ただ簡単に言うとお金をばらまいて、なんていうの、公共事業とか、国の保障っていうのを減らすって考え方だね。見逃しは仕事の運転中ラジオで聞いてる。ああ、ありがとうございます。年金払いたくないけど、払ったら差し押さえしてくるらしい。ああ、どうなんだろうね。わかんないわ。腐った卵さんいらっしゃい。年金はもうやめた方がいいと思うんだけどな。こんなぐったぐだなら。なんで未だに続けてんだろう。意味がわかんないよね。何なんだろう。全然わかんないよね、意味が。生活保護、そうだよね。だから俺も生活保護でいいんじゃないかなっていうふうには考えてるかな。生活保護受給してる人からすると生活大変だよね。もらえない？いや、もらえることはもらえるだろうけどね。ブロックチェーン使って二重支払い、改ざんのできないベーシックインカムを期限付きで支給すればいい。どうだろう。ブロックチェーン使う必要はないと思ってるから、お年寄りとかわかんないでしょ。期限付きの支給だったら定額給付金でいいと思ってるかな。どうなんだろう。ベーシックインカムもそんなに無理やりやる必要はないと思ってるね。そうじゃなくてさ、貧乏な人が貧乏なままでいるって搾取され続ける構造が嫌だ、俺は。単純に。それが変わるべきだと思ってるかな。年金で老後を支えるのは無理だろうね。もともとほら、現役世代が支払うっていう制度設計で組んじゃったから、人口がある程度バランスが整ってる前提だったからさ、人がある程度キープできるっていう。まあ少子高齢化になっちゃったらもう無理なんだよね。だから年金が一番ダメなところは人口バランスが崩れたところがでかいよね。そうだからこそやめるべきっていうね。ミミさん、その支払った額に得をするか損をするかって考えちゃってる制度だから、もう制度として機能してないっていうのが俺の見解だったら、そもそもやめるべきなんじゃないのって。今もらってる人が得が出て、今後もらう人が損どころか、もう制度が崩壊するって言われてるものをなぜ続ける必要があるのかっていう話よ。ダメでしょ。もうシステムが崩壊してるんだから、作り変えるか、もしくは撤廃するかっていうのが正しいんだよ。年金はダメだよ、やっぱ。それで増税しようっていうわけわかんない状態だよね。まあだから政治が悪くなると国が破綻するっていう、まさに典型的な例だと思う。ポデモス？ちょっと待って、ポデモスっていうのを調べてみるね。ポデモス。ポデモス？ポデモス？何それ？
これポデモス、ちょっと待ってね、ポデモスって何？出てこないんだけど。ポデモスって何？初めて聞くな。スペインの左翼政党。ごめん、わかんねえな。どうも思わないかな。わかんないものについてはコメントできねえな。よろしくお願いします。まあ、バカらしいよね。ボルゾイさんね。スペインの政党？極左政党？いや、だから、わかんないもん。この政党が何をやってるのか。何をしてるのか、わかんないものについては答えらんないよ。おやすみ、バーガー6個ありがとう。トッツ上がってきて説明してよ。言葉だったら説明できないじゃん。これはちょっとよくわかんないわ。この問題については。月に5万も年金取られる。稼いでるね。それにびっくりだよね。稼いでるね。うん。まあいいんじゃん。フォローありがとう。ヨウムさんかな。ん？ヨウムさん。よろしくです。コラボ上がってこないね。全然。取られるって思ってるんだよな。だから不満がある状態なんだよな。制度に不満がなかったら支払うもんな。なんでこんな馬鹿げた制度続けるんだろうね。それがよくわかんないよな。年収500万で月5万、まあそれくらいじゃないの。年収500万って結構もらってる方っていうか、まあいくつによるけど、年齢によるけど、ハルさんのね、いや結構いい収入だよ。500万少ねえよみたいな感じで言ってるけど、年収500万って結構恵まれてる方でしょ。年金問題、厚生省与党の責任認めない。だからもう責任問題とかに転嫁してる時点でダメで、あの国を良くしようって思ってないんだろうね、政治家は。まあ、だから勝手に俺らが政府を開こうっていうことで、和道政府です。ここはそれはやばいっていうのは経済の問題の話でしょ。経済縮小していいと思ってるもん俺。厚生年金で無条件で、俺ね本能だと思うんだよ。あのこの働かないっていう人たちが出てきたのって、要はね本能的にこれ搾取されてるって気づいてるから、こんだけ働かない人が出てきたと思ってんだよね。働けば働くほど格差が広がるわけだから。だからね、まあニート運動ってさ、もう俺ニート運動って呼ぶことにしたんだけど、ニート運動ってさ、これ新しい現代のストライキだよね。厚生年金で無条件で積まれる予算は捨てられない。世襲だもんね。まあ日本の政治は地盤引き継いでいくっていうやり方だからね。誰かトッツ上がってこないかな。朝まで生テレビですよ。朝までワドテレビ。こういう時ライラとかなんか面白い話しそうだけどな。ライラとか上がってきてもらいたいよね。
今日はなんかリスナーさんの集まりが悪いな。何なんだろう。なんかあったのかな。もしもし。いや、あもれ？しもあしれ？ね。声大回っ丈て夫、ますよ。大丈夫かね。あ、ごめんなあ、ごさい。めんなさい。声回っ声てる回っんてるで、んイヤで、ホンイヤつけホてンまつけてす？ます？あ、イヤホンはつけてるな。はい、はい。これ取ればいいんですかね。大丈夫ですかね。いや、いイヤや、イヤホンホンををつつけけてないた。と声が回るんですよ。回るって。あの、いや、二つ二つかぶっ被っててて、て、リスナーリスナーささんん聞聞けけなないいんんですですよ、よ、ここれ。れ。いや、一応ね、イヤホン、セッセッティングティングししててかまらしまたたらもうもう一一回回おお願願いいししまます。す。マジですか。ネタとつるのはいいんだけど、ネタとつるのは構わないんだけど、セッティングはしっかりしてくれよ。セッティングは。資源のない国でそれやったらダメ。どうなんだろう。だって経済ずっと成長し続けてるわけじゃん。だけど一向に良くなってないじゃん。だから経済の規模がでかくなったら幸せになれるっていうふうには俺は考えてないかな。みゆちゃんいらっしゃい。ちょっと似てたね。 ちょっと面白かったけど、機材のセッティングはちゃんとやろうよっていう。ループバックで声がダブってた。俺の声ダブってたでしょ、みんな。ぐるぐる回ってたでしょ。ダブリングしてたでしょ。こんばんは、みゆちゃん。セッティングしっかりしてもらわないと困るよな。多分オーディオ捨てミキ使ってるんだと思うんだよね。捨てミキ使ってて、なんか設定の不具合出してたんだと思う。政治家が考えないといけないことは経済成長させることではなくて、自国民を幸せにすることだと思ってます。経済が成長する前提で社会保障の枠組みは作られてるから縮小したらまずい。いい質問ですね。だから制度を変えようって言ってんの。経済成長をさせないとまずくなってるから。今の経済成長する前提でいろんな枠組みを作っちゃってるわけじゃん。年金とか人口のバランスこうなってって。で、思うようにいかなくなってぐちゃぐちゃになっていくわけでしょ。これってもう仕組みを整えないとダメなんだよ。無理やり経済成長をさせてるように見せないと、どん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 格差が広がってっちゃってる状態なんですよ。だから俺は経済を成長させるっていう無理な戦法を取るんじゃなくて、普通に、普通にシステムの方変えようっていうこと。俺が言いたいのは。いや、経済は成長してるよ、ボルゾイさん。ハイパーインフレは日本ではまあ当分起こらないで。当分つうか、今ほぼ100%起こんないで。 まあ属国だよ。アメリカの属国だよ。完全な属国だよ。だって軍隊保有してないんだよ。まあ一応政府は持ってるからね。まあ属国だよね。それはまあ誰も異論がないと思うよ。おしまいかもしれないけどっていうか、もう70年間属国でしょ。
テーマ変える？政治じゃなくて宗教にする？なんか朝まで生テレビみたいなことやりたくてさ、コラボバンバン上がってきてほしいなと思ってたんだけど、政治よりもさ宗教の方が面白い？みんなはさ、聞いてる側としてはさ、宗教と政治の論争だったらどっちが聞きたい？政治と宗教どっちが聞きたい？どんなジャンルでやろうか。なんか政治だと突上がってこなそうじゃない？なんか興味ない人が多いような気がしてきた。政治宗教とかなんか他に議題があったらいいんだけど、なんかディベートやりたいんだよね。なんかいいテーマあるかな。経済、政治と経済、政治と経済って別ジャンルじゃない？経済、経済について何を語り合うの？まあまあ今の議題だったら経済入れてもいいんじゃないの？じゃ経済ここに追加する？こうすればいいんだ。経済について聞きたい。俺も同意見かな。てかお腹いっぱい食べれるどころか、お腹いっぱい食べて捨ててるからね、大量に日本は。はい、ワード2、ルーツさんいらっしゃい。なんか盛り上がんねえな。まあまあ、ものは試したからやってみようか。もしかしたらね、面白い人が現れるかもしれない。我こそは政治評論家なりっていう凄腕生の人が来るかもしれないから、それはそれで面白いじゃん。いや今日寒いな。今日寒くね？寒いよね、なんか若干。終末期医療の尊厳死について和道さんの意見を聞きたい。あのね、俺はね、簡単、金作れなくなったら死ぬべきだと思ってる。人間をどこで死ぬべきだっていう風に考えてるかっていうと、稼げなくなったら死ぬべきだと思ってるね。だからその何だろう、日本人の平均寿命が長いのって実は10年間ぐらい寝たきりの状態とかもうカウントしてるんだよね。そんなことやってもまあ意味ないよね。本人のためにもならないし、人工的に心臓を動かしたりとかさ、肺を動かしたりとかしてるわけでしょ。本人も望んでないでしょ。家族はでも殺せないわけじゃん。だって自分の家族がさ、先生、その、なんつうの、生き返らせてくださいって言うに決まってんだから。議員年金復活すると思いますか？わかんないです。
よし、育三さんいらっしゃい。和道どう思ってるか分かんないから、アンチ一つを求めてるんじゃないの。人が集まってみんなで議論をしたいの、俺は。アンチ一つなんか待ってない。どんちゃんさん、久しぶり。要は、俺が田原総一郎をやるっていうだけ。法律でね、尊厳しか認められるようにっていうか、なんだろう、医者が、そこをなんか、延命治療やって何の意味があるんだろうと思うけどね。どんちゃんさん、メガホンありがとう。法律で決めるんじゃなくて、なんか、そこに国の保険代とかがかかってるから、そういうことになってるわけだから。なんか、よくわかんないな。ありがとう、風船ありがとう、アイテムありがとう。アンチ凸待ち、なんか凸イコールアンチを待つ前提なのがちょっと悲しいよね。バカありがとう。経済成長してるのは一部の富裕層だけ。そうだね。実際は格差は開き続けてる。そうだね。大企業の内部保留がついてる。そうだね。その通りだね。だけど国が図ってる経済成長は起こってるんだよ。だからおかしいって言ってるの、俺は。格差が広がり続けてるけど、国自体の規模っていうのはでかくなっていってるわけだ。だから経済成長なんかいらねえっつってんの。そもそも。経済成長が悪いって言ってるわけじゃないよ。庶民には関係ないって言ってんの。そこ誤解しないで。誰もいないよ。誰もいない、誰もいない。あ、格差があるのが当たり前。格差があるの。俺はなんか格差があったら嫌だなって思うけどな。格差はなくすべきだなとは思うけど、どうなんだろうね。格差があるのが当たり前よって割り切れるんだ。いいな。羨ましいね。これ結構割り切れないかな。特になんか末端労働者がもう奴隷みたいに扱われてるようにしか見えないから、それは若い人働かないよなと思うんだけどね。バカバカしいよなっていう。そこは変えた方がいいんじゃないかな。仕方がないことって割り切れるんだ。なるほど。俺はピラミッド構造っていうのは、まあ変わらないと思ってるけど、なんだろう、そう、一番下の人たちとかが幸せに生きる方法っていうのを考えないとダメなんじゃないかなと思うけどね。それが本来そのトップにつく人、王族とか、
その法律とかを作る人にの義務だと思ってんの。俺はね。だから、まあまあ、諦められるんだね。これ嫌だけどな、そういう社会が。原始社会はまあないだろうね。みんなどんぐり拾ってたとか、イノシシ狩りに行ってたとか、ハマグリを食べてたりとか ないだろうね。突来ねえなー。いや、真ん中の構造今ないよ、ターさん。今ないよ、真ん中。いや、ピケティじゃないね。うん。ただ、トツマって朝まで生テレビやろうと思ってる感じ。今、メンバー募集してる感じ。朝までワドテレビやるの、今から。演者を募集してる感じ。思ったこと言ってくれる尖った論者を待ってるの。40分間待ち続けてる感じだね。あ、トツ、どうぞどうぞ。ぜひぜひ。待ってました。イエーイ。題名書いてあるよ。ベーシックインカム、生活保護、年金。まあ、政治だね。政治についてだね。朝まで寄り目テレビ。どうぞコラボ上がってください。うん、所得の格差で考えるとないっていうことね。そう、じゃあ逆に聞きたいんだけど、ターさんの言ってるひし形っていうのはどっからどのデータでひし形だっつったの？ひし形構造って真ん中はかなり救われてるっていう。何を基準にして言ったのかが分かんないな。俺は所得格差でピラミッド構造になるっていうふうには思ってるけど。でも真ん中の層がだんだんなくなってきてるっていうのはデータを見てて思ってるけど。健太麺眠い。なかなかかかってこないね。画質悪いのはコラボだから。クモ弱かった。いやいや、別に弱くはないと思うけど、負けちゃっただけでしょ。ガードが低すぎるとは思ったけど、なんであれ誰も指摘しないんだろう。あんなガード下げてたら危ないよね。なんか格闘技の初期で教わることなんだけどね、ガードが異常に低いんだよね、クモ。あ、なんで誰も教えないんだろうね。
階級があって社会が成り立ってると思う。貧富とかあるのは良くないけど、そういう流れだから回るって感じですかね。今ね、一番たち悪いのが、金稼いだら勝ちだって言って、権威がなくなったのが俺はまずいと思ってんの。だからもしこういう社会をやるんだったら、階級制を戻すべきだと思うね。だから、その倫理観とか宗教観とか道徳観とかが、たかが外れた状態の資本主義が一番まずいと思ってるかな。いや、俺の方が強いかどうかわかんないけど、ガードが低いのはちょっと、あれ危ないなとは思って。普通に単純に自分だったらやらないっていうだけで、ガードを上げるだけで戦略の幅広がるはずなのになと思って。あれ何なんだろうっていう。で、多分その格闘技やってる人だったら、ガードを上げるだけで強くなるっていうか、単純な理屈なんだよ。だから普通に、ガードを上げた方が有利だよっていうのを教えてあげればいいのに。ジムの人教えないんだろう。クモン普通に強いと思うよ。攻撃とか反射神経で言ったら絶対勝てないけど、ボクシングルールだったら多分いい、どっこいどっこいでいいとこ行くか、まあ勝つかなっていうふうには思ってるけど、ガードが異常に低いよね。クモンどうだろうね。強くなってほ、ね、欲しいよね。カウンターを狙うノーガード戦法でも、ガードしないとダメでしょ。別にガードしてても、こうやって構えるだけで、カウンターは狙えるからね。ボクサーみんなこうやってカウンター取ってるじゃん。でも、クモンリュウ、こうやってカウンター狙ってんの、こうやって。そんなの隙だらけでしょ。だから、パンチもらいやすいっていうか、あれでしょ？この前さ、ペニーさんにやられた時と同じ流れだったじゃん。多分ね、喧嘩で打たれても倒れないっていうのがあるんだろうと思うんだよ。要は喧嘩の時だったら、素人のパンチだったら倒れねえよっていうのがあるんだと思うんだけど、それでアドレナリンが出てカッカカッカやるタイプだと思うんだけど、ちゃんとパンチ打つ人のは効いちゃうからさ、ちゃんとした人のパンチ受けちゃうとぐらついちゃうから、それでやられちゃうんだと思うんだよね。武道やってる人のパンチは違うから。いや、だから辰吉さん壊れちゃったの。怪我しちゃうよ。怪我するっていうか、脳やられるよな、あれ。でも別にクモンリュウ弱かったとは思わないけど、普通にスタイルがダメなだけであって、ガード上げるだけで強いでしょ。ミドルじゃない、あれはね、最後まで見てたけど、あれ金的入ってる。あれローブローなんだよ。金玉いってる。あれ本人に聞いたら言うはずだよ。あれローブローで聞いてるって。最後思いっきり金玉入ってる。ファールカップに当たって多分ね、金玉ね、ガーンっていったんだと思うんだよね。でもまあ、あそこまでさ、もう何回もダウンされてて、レフェリー止めるよ。あそこでミドルで KO だろうが、ローブローで KO だろうが、もう、TKO の状態だったもん。だってあの時点で3、4回ダウンしちゃうかった。でも後半の、クモンが KO された時のラウンド、一発目いいパンチ入ってたんだけどね。いや、折れるよ。折れるっていう、心が折れてんじゃなくて、あれ効いてるの。やったらわかるよ。あれはもう何回もダウンしてるから、フラフラの状態なの。こう。心が折れてるとか問題じゃなくて、意識が途切れてる状態で。下手れではないよ、全然。普通に強いよ。まあ試合の前日に喧嘩ね、リア突で喧嘩させられてんだから、たまったもんじゃねえよな。ふざけんなよってなるよね。フェース狂っちゃうよね。連日寝れなくて睡眠薬飲んでるってツイッターに書いてあったし。かわいそうに。
ノーガード危ないね、やっぱ。田中さんいらっしゃい。空手はまあね、首から下だからね。ボクサーとかやっぱキックボクサー、脳みそやられちゃうよね。一発でおかしくなることなんかざらにあるからね。それそうだよね。脳を傷つけてんだもんな。頭蓋骨にぶつけて。危ないスポーツだよね。今日はなんか音プツプツしないっぽいね。大丈夫っぽいね。なんか。寒いな、今日。やめよ。政治の話なんかやめるわ。なんか盛り上がんねん。やめようやめよう。ニーズがない。通常枠やるわ。コラボが上がってこないコラボとつまちほど意味ないもんはないよ。普通の枠やろうぜ。終わりだ、こんなもん。
で、普通の枠やろ。じゃあ通常枠次枠行きます。お疲れ様です。ありがとうございました。おつあつ次枠行こう。とりあえず分かった。俺が昨日エヴァンゲリオン進めたからみんなエヴァンゲリオン見てるんだ。それが原因だ。分かった。それじゃない？あんだけエヴァを熱く語ってしまったからみんなエヴァンゲリオン見てるんだ。エヴァンゲリオン。それだ。敵に塩を送ってしまったんだよ、多分。次枠行くね。うん。通常枠やる。じゃあお疲れ様。枠取り直します。